バックモニターってどうやって使うの？ちょっとまたこれも同行しようかなっていう、車運転してその買い物するのか、はい、何なのかっていうところを家庭運転していきたいなと。私とめっちゃ運転するし、女優さんとかとそれこそみんなで温泉行った時とかも、私行きも帰りもずっと運転してたし、人の運転乗るのが苦手なんだよね。今日はちなみに、どこに行こうと思ってますか？今日は私が愛してやまない木更津のアウトレットに行こうと思います。アウトレットが大好きで、北は北海道、南は沖縄まで、めちゃくちゃいろいろ行ってんだけど、はい、ということなんでね、安全運転でよろしく。やっぱ女の子の運転って怖くて乗れないんですよ。おっかんぐらいじゃないですか、乗れるの。私、おっかんの運転でもたまにめっちゃ怖い時あるけどね。おっかん超スピード強なんだよね。アクアラインの文字が出ましたよ。キリンさんがいっぱい。キリン、私これ昔からキリンさん、キリンさんって言ってる。1秒しりとりでもします？何1秒しりとりって？1秒以内に回答しなきゃ、パッ、ブーって。いいよ、やってみよう。やったことないけど。ちなみに1個言っていい？はい。私ってしりとりめっちゃ好き。いけますよ。しりとり、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パンツ、積み木、コーマン、違う。あ、イエーイ、簡単、ウィーン。じゃあもう一発いきます。オッケー。サラツ、ズキーニ、忍耐、え、忍耐、イチョウ、うんち、やだ、え、ほんと、ごまかして、そうやって、やばかった、じゃあ突っ込まないから、地球、うんこ、コアラ、ラッコ、コアラ、違うでしょ、コアラ。アウトレットって書いてある。観覧車だよ、観覧車。本当だ。サイドミラーでしか駐車しない、この感じ。見ますよ、後ろ。違う違う、俺が言いたかったのは次世代のこのモニターを使わないっていう。やばいじゃん、時代出ちゃったじゃん。バックモニターってどうやって使うの？どんな可愛い傘差してるんですか？これシンデレラ城のやつ。傘に似合いますね。うん、ありがとう。よっしゃ、真剣に見るで。どうしたんですか？絶対に行く。ティーちゃんとレスポーのコラボ絶対行く、絶対行く。一旦今何を？あ、今探しているのは、はい、頼まれた服と靴探してる。こうか、こっちからか。はい。ね、天気良すぎ、あと怪しすぎ。え、バリーとか入ってるんだね。頂上が見えなすぎて、多分伝わってないです。マッサが全く伝わってないと思って。私、アウトレット好きな話したでしょ。本当に思ってる150億倍くらい好きだから。購入ですか？早かったよね。うん、決めるのめっちゃ早い。そう、決めるの早いのよ。いや、ちなみに僕も一緒に見てたじゃないですか、うん、結構いいと思うんですよ、マジで。かわいい。ほんと？うん、まず第一課題クリア。楽しいね、かわいいね。バレンティナの新作のさ、あのスタッツがね、はい、ハート型になってるの。へえ。めっちゃかわいいの。なんかアウトレットで知らないお店に出会えるよね。はい、また買いましたね。じゃあ、袋が2つあります。こっちは私のメインのもの、そしてこっちはなんと、はい、ドンピシャ、今世紀最大ぐらい ES しか着こなせないアロハシャツを見つけてしまいましたって。いや、ありがとうございます。いつもお世話になってますし、お誕生日ということで私からプレゼントです。それはありがとうございます、本当に。ハッピーバースデー。これはね、むちゃくちゃ可愛い。あ、めちゃくちゃ可愛い。仙台どこ？あっち、あっち。あ、ロッペみたい。月夜のアトレットあったねの前に。どうしたんですか？セシル、この世からなくなるセシル。つらすぎて。行っていい？行きましょう。見納めだよ、もう。行きましょう、行きましょう。行きましょう。購入。セシルマクビ。11月までに徐々に撤退していくそうです。でもね、なくなる前にまたお買い物できたからよかった。で、セシルマクビってやっぱ食店員さんも本当に素晴らしくて、やっぱそれが本当に素晴らしかった。ずっとさ、私の勝負服だったわけ。
刺しのまくり。そう。だから絶対私あれでは制服で来てくださいじゃないオーディションの時はセシルでオーディションに服買ってたもん。あ、そうなんだ、うん、思い出が詰まってたんですね。じゃあ思い出が詰まってるの。だからもう振り切って X ガール X ライズ行こう。OK。 買い物一旦休憩で昼を挟めていうことですね。だってさ、そうお腹空いちゃってもうさ選べないんだもん。はいはい、ね、でこれ食ってアイスも行くんですか。うん、カレー食べてデザートでマザー牧場のソフトクリームを食べてまた後半戦をファイティンする。なるほど、うん、何食うんですか今から。家康と決めたエビトマトクリームパスタと、はい、うどんの赤丸豚骨を赤丸豚骨半分こする。じゃあもう一旦昼取りましょうか。いただきます。え、食べると食べないですか。食べますか。じゃあ食べましょう、食べましょう。食べないですか。食べましょう。マザー牧場バニラソフトクリームです。バニラソフトクリーム、ほらマザー牧場って書いてある。うん、まあ、本当だ。いただきます。もう垂れそうなので。どうぞどうぞ食べてください。どうですか。とんでもない。さあじゃあ後半戦まだ達成してないスニーカー。そうスニーカーちょっとでももうナイキもアディダスもバンズも見たし結構なんかストリートっぽいお店も見たけど、うん、まだ出会えてないよね。そうですね。で一周無事に終わりました。回り切りました。イエーイ。やっぱりセット。私今日何歩歩いたかちょっと見ているということで、早速じゃあアンスラズアダルトはここで終了。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。